10月18日、今日も運動しに行きたいと思いますが、午前中に撮ってます。聞いてくれます?聞いてください。3日間空いてしまいました。その理由が、まあ土曜は釣りですよ。釣りで飲みに行って、ほぼオールよ。釣りからのオール。筋肉痛で、にも日曜日筋肉痛で、オールで動けないっていうのと、で、もう最近なんか眠いよね。めちゃめちゃ。まあそのオールしたっていうのもあるんだけど、その、まあね、オールして日曜日じゃん。日曜日も日中、普通に起きてるわけよ。で、月曜日、オールが来てますね。めちゃめちゃ眠くて。めちゃめちゃ眠くて。あと、大雨で、筋肉痛でっていうので、昨日行けませんでした。3日間も空いてしまった。だから今日こそ行かないとって思って、あらかじめ撮っておきます。あらかじめ、こうやって撮っておけば、今日の午後は絶対行かないといけない。まだ筋肉痛残ってるけど、超眠いけど。なんか最近めちゃめちゃ眠いよな。でも絶対行く。もう動画撮ったんだから。絶対行きます。そこんとこ、ヨロピク。ということで、23週もヨロピクっていうことで、はい。3日間空いてしまいましたけども。この日の前日はですね、生放送でお酒を飲んでいました。うん、久しぶりのね、自分へのご褒美かな。 YouTube ライブマジで楽しい、TikTok ライブより全然楽しいみんないい人ばっかだし。ということで、サイクリングマシンはこんな感じです。柔軟の様子も少しお見せします。3日間柔軟できてないだけでもだいぶなんか体硬くなったような気がする。やっぱり継続が力なりなんすね。はい、10月18日、今日も行ってきました。サイクリングマシン、柔軟、腹筋50回、ランニングコース、胸筋鍛えて終わりとなりました。さっきまたコスモス虫って、おばあちゃん家のミニ花瓶に行きできました。喜んでおりました。ということで、また明日頑張ります。10月19日、水曜日です。今日も運動しに行きたいと思います。この午前中にあらかじめ撮ってくっていう方法いいかもしれません。今はね、もう午前中撮ってるんですけど、こうやって撮ってけば、いざ今日よしよ、午後になったから運動しに行こうっていう時に、これから運動しに行きますっていうこのワンクッションがないだけで全然楽だなっていうふうに思いました。なので、できる時はこういうふうに午前中に回したいと思います。ということで、行ってきます。ということで、やってきました。10月19日水曜日です。イカゲーム、柔軟湯の様子少しお見せします。今日ね、館内でなんか介護の研修的なものをやってましたね。で、まあ余談なんですけど、今日だから、まあさっき帰ってきたんですけど、おばあちゃんとドーナツを食べてしまいました。はい、美味しかったです。オールドファッションってやつですね。はい、ということで、本日も、サイクリングマシン、柔軟、腹筋50回、ランニングコースまで胸筋鍛えて終わりとなります。帰りの風景は歌ってみたです。拳をまた握りしめた、怒りのまま恨んでやるのさ、そいつの群ぐらを掴んで、力のまま殺してやるのさ。歪んだ顔がほらバラバラに崩れ落ち、あたりに飛び散る血、歯を犯さない方法で自分を殺す方法があるなら、僕を今すぐ殺してみたい。誰かが死んでもね、イラつくくらいでした。乱れたダイヤに舌打ちしてため息をついた。あなたが死んだこと昨日聞かされました。
拳に刺さるこの鏡じゃ痛みも足りない、かごめかごめ後ろの正面だあれ。皆さんこんにちは、まよです。10月19かな、10月20でした、すいません。10月20日木曜日です。今日も運動しに行きたいと思います。いつも、肉体改造企画撮ってる携帯充電し忘れてました。なのでいつものカメラでやりたいと思います。やっちまった。あ、髪切ったの分かります？前髪はもちろんなんだけど、この姫カットはね、なんかあんまり今の髪型だとバランス悪くなっちゃうらしいんで、またちょっとウルフカット的な感じになりましたね。はい、ということで行ってきます。ということで10月20日木曜日です。柔軟の様子からお見せします。今日ね、他に一人、体操をやってる方がいらっしゃったので配慮しつつ撮ってます。どうでしょう、だいぶ広げられるようになりましたね。こうやって壁沿いにやって、本当もっとパッベタッとねくっつけたいところではありますが、はい、ランニングの様子です。はい、10月20日行ってきました。今日も、サイクリングマシン、柔軟腹筋50回、ランニングホース、胸筋やって終わりとなりました。編集が溜まっててなかなか歌ってみて取れません。まあ下手だしいいかあ、大変だ。明日行って、明後日、計測日になるかな。はい、なるべく早めにこうやって撮影しといて行かざるを得ない状況を作っていきたいと思います。それではまた次回。はい、ということで10月21日今日も運動しに行きたいと思いますが、今日ね午前中なんと撮影がだいぶはかどったので、ここはちょっと休んで夜から、いつもこの日はね夜撮影してんだけど、今日は夜からのスタートでもまあいいなと思ったので夜からやっていきたいと思います。それでは夜行ってきます。ということで10月27日金曜日、夜からのスタートです。この夜の走ってる風景いいですね。やっぱりこうあらかじめ撮っておくっていうのがね、意欲につながります。あ、やらなきゃやらなきゃで、やってみて、あ、爽快だった、力ついた、やったねみたいな、そんな風に思います。はい、10月21日今日も夜行ってきました。サイクリングマシン、柔軟腹筋50回、ランニングコース、胸筋やって終わりです。なかなかね撮影できませんでしたが、ちゃんとやってきました。ってことでまた明日は計測日です。頑張ってきます。では、10月22日土曜日です。今日も運動しに行って計測していきたいと思います。温泉入ってきます。楽しみです。1週間に一度の楽しみですね。はい、ということで行ってきます。ということでやってきました。10月22日土曜日です。サイクリングマシンはこんな感じです。今日ね、ランニングコース、なんか大会で使ってたのでできませんでした。まあ、いつものようにサイクリングマシン、柔軟腹筋50回、胸筋鍛えて終わりとなりました。温泉にも入ってきました。温泉に行く道中歌ってみた、久しぶりにやりたいと思います。冷めない役夢にうなされてるような、現実に目を背けていた、うつろな怠惰に身を腐らせるのは凡人の差が、明けない夜に這う悪魔のような、孤独に耳を塞ぎ眠る、儚げな列上に心を食われるのは区別の差が、狂ってる方はどっちだ、愚かな方はどっちだ、めまいを起こすような強者の駆け引き、笑ってる方はどっちだ、賢い方はどっちだ、欲深き者の知恵比べ。
盲目な賢者が見えない世界をバカにしてんだ。妄想の中ではきっとお前が神だろう。目の前の泣いてる私さえ救えない万能の神様が小さな楽園の中で踊り狂って、想像の世界はきっと完璧なんだろう。足元で怯えるあなたさえ救えないのは神のいたずらか。はい、10月22日行ってきました。温泉も入ってきました。今日ちょっと混んでたねあんまゆっくり入れなかったかも。いつもより、気を使って入ってたからはい、ということで、さっきね温泉で測ったんだけど、まあいろいろ着てたからね、着てたり持ったりとかしてたから重くなってました。はい、ってことで乗ってきます。はいすごくない、これこれすごくない全部5なんですけど。はい、ということで腹筋見ていきます。自分じゃ分かんないけど、どうでしょうか。自分じゃあんま分かんないな。はい、ということで、まあいろいろファッションショーの、ね、タイムスケジュールとか立ち位置とかいろいろ送られてきて緊張してますまあでもそれを目標にめちゃめちゃ頑張って、それが終わった後は自分にご褒美したいと思います。ってことでありがとうございました。